皆さんこんにちは内閣総理大臣の岸田文雄です本日国民大集会の開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます今年3月家族会スクー会の新たな運動方針を直接受け受け取らせていただきました2022 2年以来まあ、1人の拉致被害者の方の帰国も実現していないということは痛恨の極みであり政府として改めて重く受け止めております北朝鮮については日朝平壌宣言に基づき拉致核ミサイルといった処刑案の 所見案を包括的に解決し不幸な核を清算して日朝国交正常化の実現を目指しますがとりわけ拉致被害者ご家族もご高齢となる中で時間的制約のある拉致問題はひとときも揺るがせにできない人権問題です。すべてのの拉致被害者一日も早い ご帰国を実現すべく全力で果断に取り組んでまいります今月開催された G7 広島サミットでは私から拉致問題の即時解決に向けた引き続き引き続きましてのご理解とそしてご協力を求め各首脳から ましたまた首脳コミュニケにおいて北朝鮮に対し拉致問題を即時に解決するよう求めることが改めて確認されましたこうした国際社会への働きかけと同時に我が国が主体的に 行動すすることが重要です日朝間の実りある関係を樹立することは日朝双方の利益に合致するとともに地域の平和と安定に大きく寄与いたしますしかしながら現在の状況を状況が長引けば長引くほど 日朝が新しい関係を築こうとしてもその実現は困難なものになってしまいかねません一瞬たりとも無駄にせず今こそ大胆に現状を変えていかなければなりませんそのためには私自身我が国自身が主体的に動き トップ同士のの関係を構築していくことが極めて重要であると考えております。私自身、条件をつけずに、いつでも金正恩委員長と直接向き合う決意であると申し上げているゆえんでありますし、全力で行動をしてまいります。日朝間の懸案を解決し、 両者がともに新しい時代を切り開いていくという観点からの私の決意をあらゆる機会を逃さず金正恩委員長に伝え続けるとともに首脳会談を早期に実現すべく私直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと考えております。 私は大局観に基づきあらゆる障害を乗り越え地域や国際社会の平和と安定日朝双方のため自ら決断をしてまいります本日この集会を通じて日本国民の一致団結した強い思いが示されることは 拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなりますその声こそが国際社会を動かし北朝鮮を動かすことにつながっていくと信じておりますこうした多くの皆様方の力強い後押しに心から感謝を申し上げ皆様と心を一つに総理大臣として 自らが先頭に立ち、政府を挙げて全力で取り組んでまいります。このことを本日の国民大集会にあたって今一度お誓い申し上げ、私のご挨拶をさせていただきます。総理、ありがとうございました。